はい。はい。皆さんおはようございます。はい。えー、これから、えー、参加金主催のアメリカ大学進学セミナー、今からお昼までの2時間、えー、行います。えー、どうぞお付き合いください。はい。えっ、ー、と、私が、え <laughs>、原田誠と言います。エデュケーショナルコンサルタントをしております。 で、産育学院でセミナーやるの今年2回目です。で、1回目は1月の末に進学全般についてのお話をしました。で、今日は主に学費とファイナンシャルエイドについてお話をする予定だったんですが、えっ、ー、と、皆さんにご登録いただいた際にいろいろご質問いただきました。で、その中には、えっ、ー、と、 前回のセミナーでお話した内容についての質問もまたいろいろいただきました。特に、えー、と最近のテストオプショナルの話とか、課外活動の話、トランスファーの話など、えー、とファイナンシャルエイド以外の質問もたくさんいただきましたので、まあ、前回のセミナーと一部重複する部分もありますが、その辺のお話も最初にした後、えー、その後ファイナンシャルエイドについてのお話をしていきたいと思います。でもしまたこのセミナーを 聞いている中でご質問など出てきましたら、えー、とチャットの方に、えー、送信先を全員にして質問を入れていただければ、えー、時間の中で、えー、答えられる範囲でお答えしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、あと、えっ、ー、と、三育学院の、えー、YouTube チャンネルの方にも過去の動画とかが載っていますので、そちらの方も参考にしてください。 で、今日皆さんに見ていただくこのセミナーも、後ほど、えっ、ー、と、この YouTube チャンネルに動画を載せていただくつもりです。ですから、今リンク入れましたが、あの、まあ、後ほどもし振り返っていただく場合、ここで動画を見に来ていただければ見られると思います。ですから、あの別にスクリーンショット撮ったりとかしなくても、多分大丈夫だと思います。はい、えー、それからですね、あの、ライトハウスに書いた あの毎月私、コラムを書いてますが、えー、こちらもぜひ参考にしてみてください。今日お話しできなかった内容についても、えー、こちらの方で検索していた、この、えー、コラム検索していただけると、いろいろお役に立てることもあるかなと思います。一応、リンクを入れておきます。はい。えっ、ー、と、まず、最初にお話しするのが、去年から今年にかけてのアドミッションのトレンドについて。 ですねえー、どこの大学も、どこの大学もとほとんどの大学が、えー、テストオプショナルを継続しているというのがまず1つ、それからテストブラインドを採用する大学も出てきましたよ、はい、それから、えー、特に難関大学を中心に、えー、競争が非常に激しくなっていますというのが、まあ、トレンドとして見えます。 まあこの辺はちょっともうちょっと詳しくお話をしていきます。まずテストオプショナルについてですが、テストオプショナルの定義を確認すると、まず大学は ACT とか SAT のアドミッションテストのスコアの提出を義務付けません。義務付けないっていうことは出さなくてもいいですよと。出したければ出していいですよ。でも出さなくてもいいですよ。ということですね。 で出さなかったとしても不利には扱いませんよというのがテストオプショナルの基本です。で、このテストオプショナルは、あのパンデミックの影響であの、全国に普及したわけですが、ただ、テストオプショナルの流れ自体はもう20年続いてきています。徐々に大学のテスト離れっていうのは続いてきていて、ただそれを加速させたのが、ね、パンデミックだったということですね。 でなぜテスト離れ、大学がテスト離れをしていたかというと、まあ、理由は二つあって、一、まあ、つは、大学が欲しい学生を見極める方法として不十分だったということですね。で、もう一つは、このテストを要求するということは、まあ、テスト何回も受けたりするのが難しいような低所得層のファミリーの方々にとって不利だったと。 ということで,す、ね、ですから、もともとアドミッションテストがアプリケーションの中に占める割合は高くはなかったわけです。ですが、それがえーもっと広く、多くの大学にえ対応されて、テストオプショナルという形になったわけですね。つまり、テストスコアを出さなくても大学受けられますよということになったということです。 でそれに対してテストブラインドは何かというと、これはアドミッションでテストスコアを提出する必要がない、必要がないというよりも、アドミッションがテストを使わないので提出できませんということですね。はい。だから、テストオプショナルの場合は出したかったら出すことができますが、テストブラインドの場合は出したくても出すことができない。 わけですねまあ、無理やり送れば出せないことはないかもしれないですが、はい、デメリットしかないのでやらない方がいいということですね、はいで。テストブラインドの場合は、テストスコアをスカラシップの評価にも使用することはないわけですね。一切テストスコアを受け付けないので、これもないということです。まあ、ただ、特殊な例として、えー、外国人留学生などで、 英語力がまだ不十分な学生、または英語が母国語ではない学生が英語力を示すという方法の一つとして SAT や ACT を提出するということは可能です。はい。ただ、特別な理由がない限りテストブラインドの学校はテストスコアを受け付けません。ということですね。はい。えーと、まずは UCLA。UCLA UC 全般テストブラインドですが、UCLA はテストブラインドにしたことによってアプリケーションが非常に増えました。はいえー、最後に、えー、テストを要求していたのが2020年の、えー、2020年秋に入学する学生のアドミッションでしたね。それ以降はテストブラインドになりました。そうしたことによってアプリケーションが非常に増えた。 特にマイノリティの学生のアプリケーションが非常に増えたというのがあります。UC は長年マイノリティのアプリケーションを増やすことに力を注いできましたが、テストブラインドにしたことによって、その目標が達成できたということが言えます。で、当初 UC は5年計画を立てて、最初はテストオプショナルで始めて、その後テストブラインドにしていこうということを まあ、UC とししてては計画立てました <laughs>、はい、ただ、これがどんどん変わっていったわけですね。UC の3校がもうすでにテストブラインドを最初から導入するということを決めた。で、その後今度は州の要請によって、まあ、州の要請というか、州の命令によって、えー、テストブラインドがもう2020年の秋のルアドミッションから導入されていたというわけですね。 これはまあパンデミックの影響でテストを受けたくても受けられない人がたくさん出てきたので、えー、その人たちが不利にならないようにということで、テストブラインドになったわけです。で UC は今後、将来的に独自のテストを作りますよという話も昔はあったんですが、えー、多分それも立ち消えになっていく。つまり今後、えー、UC に関しては一切テストをアドミッションで使わないと。 まあ、UC に限らず、これ全米の大学がテスト離れという方向に進んでいるということなので、まあ、それの中で、特に UC は先端を走っているというふうに考えればいいのかなと思います。で、このテストブラインドにしたことによって、さっき、あの、アプリケーションが増えましたという話をしましたが、見ていただくとわかるように、特に増えた のがアウトオブステート、州外の学生のアプリケーション。これが非常に多く増えました。はい。で、これは実は UC にとって実はものすごくありがたいことなんですね。えー、州立大学は当然、州内の学生の教育をサポートするというのが一番重要ではあるんですが、まあ、ファイナンシャルの点で言えば、 高い学費を払ってくれる州外の学生とかインターナショナルの学生が増えるということは非常に望ましい。で特にこれだけアウトオブステートの学生のアプリケーションが増えたということは有志にとってはすごくありがたいという状況になったわけです。<laughs> で、これ UC にとってはありがたいんですが、一方でカリフォルニア州の中に住んでいる学生にとっては非常に <laughs> アドミッションが、あのー 厳しくなったということが言えます。合格者数で見ていただくと分かるように、実は、えー、UC 各大学は、州内の学生の合格者数を減らしているわけですね。アプリケーションすごく増えているのに合格者数を減らしている。だから当然、入るのが今までよりもはるかに難しくなっている。なんで州内の学生の合格者数を減らすかというと、 言うまでもなく、州外の学生とかインターナショナルな学生をより多く取るためですよね。トータルの学生数、そう大きくは変えられないので、アウトオブステートの学生を増やせば、当然、州内の学生は減らさざるを得ないということです。そういうこともあって、アプリケーションが非常に困難になっているということです。ですから、今までだったら、 まあ、ハイスクールの成績がこれだけ残せていて、テストスコアがこれくらいあれば、UC の何校かはアプライスすれば合格するだろうというような予想ができた。パンデミックより前までだったらそれはある程度の予想はできたかもしれません。ただ残念ながらパンデミック以降、このようにアプリケーションが非常に増えた。そして一方でカリフォルニア州内の学生の合格者数は減っている。 でさらにテストスコアは一切見ないので、テストの点数での差別化もできないという状況になった場合、何が起こるかというと、アドミッションが非常に不安定になる、なっているわけですね。不安定になって、今までのようにある程度、ハイスクールの成績とテストのスコアで予想できた部分が、これが全然予想できなくなってきたわけです。 例えば実際に私が進学指導している学生の例を見ても、UC たくさん受けました。だけど、バークリー以外全部落ちましたっていうような学生もいます。UCLA だけ受かったけど、あと全部落ちましたっていう学生もいます。これ、過去にはこういうことってめったになかった。ですが、パンデミック以降そういうことが普通に起きるようになってきた。つまり、大学は、 ハイスクールの成績と、あとは人物評価で学生を選んでいく。ただ、州立大学はどうしてもアプリケーションが増えて、でもスタッフの人数は変わらない。そうすると、一人のスタッフが対応しなくちゃいけないアプリケーションの数がものすごく増えて、結果的に非常に大きなばらつきが出ていると。そういうのが現状です。じゃあ、どうしたらいいかというと、まあ、結論から言えば、州立大学に頼らない。 あえー、進学準備をしましまょう州立大学は、えーまあ、アカデミックに関して言うと大学院とかリサーチのプログラムは非常にクオリティ高いですが学部教育のクオリティは別にそこまで高いわけではないむしろプライベートの大学とかの方が学部教育クオリティ高いところはたくさんあるのでそういうところもしっかり比較してで、えー、進学準備をしていきましょうということですね。 テストブラインド採用している大学、最近徐々に増えてきています。カリフォルニアでいうと、キャルテックがテストブラインドを採用したのが、えー、非常に注目を集めましたが、今後もこういう学校、少しずつ増えていくと思います。はい。で テストブラインドではなくテストオプショナル。テストオプショナルはほとんど大学が今採用していますが、これもテストオプショナルにしたことによってアプリケーションが非常に増えて、増えています。アプリケーションが増えているというのは大学にとって最もありがたいことですね。今まで取りたくても取れなかった学生、そういう学生がアプライしてくれるというのは大学にとって非常にありがたい。どの大学も 別にテストスコアが高い学生だけが欲しいわけではないわけですね、はい。テストスコアがそこまで高くない学生であっても魅力的な学生いっぱいいて、そういう学生を本当は取りたかったんだけど、今まではそもそもアプライしてもらえなかった。ただテストオプショナルになったことによってそういう学生もアプライしてくれるようになった。ということでアプリケーションが増えたわけです。 はい。えっ、ー、と、では、じゃあ、皆さんが、え、進学準備をするにあたって、えー、テスト対策、きちんとやった方がいいのかどうか。まあ、その辺について、ちょっとお話をしていきたいと思います。で、その前にですね、えっ、ー、と、今、今日皆さんご、あのご参加してくださっている方々が、どんな学年の方が多いのかちょっと知りたいので、 えっと、ちょっと簡単にアンケート取らせてください。はい。えっ、ー、と、今、ご参加されているご本人、または、えっと、お子さんの学年、ちょっと選んでいただけますか。<laughs> はい。ありがとうございます。多くの方にご回答いただきました。えー、っと <laughs>、 今、えー、ハイスクールお、お子さんがハイスクールの方が多いですね。12年生の方もいらっしゃるんですね。はい。ということで、じゃあ、えー、と高校生向けと、メインということでお話をしたいと思います。はい。えっ、ー、と、そしたらですね、まず一つ目のケーススタディなんですが、こういう生徒の場合ですね、えー、これからシニアになります。はい。GPA3.8。 で、プライベートの大学でエンジニアリングを学びたい。で、AP、11年生までに AP を取っていて、イングリッシュとマス両方とも AP で5を取っている。AP っていうのは5段階評価ですね。5が一番いいわけですね。はい。で、大学選びにおいて <laughs>、学費は重要ですよと。こういう学生ですね。はい。じゃあ、こういう学生だった場合、えー、テストの 準備をする必要があるかないかということですね。はい。えー、っと。そうですね。どうでしょうかね。じゃあ、ちょっと皆さんにアンケートを取ってみたいと思います。はい、もし、こういう状態だったら、えー、テストの準備をする必要があるかないか、ちょっと考えてみてください。で、えー、っとですね。 この場合、おそらくですね。ちょっといいですかえっ、ー、と、この場合はおそらくテスト対策は必要ないと思います。なぜかというと、テストを提出するということは、テスト以外では示せないものがあるからですよね。テストを出すことによって、それ以外では示せない何かがあるからテストを提出するわけです。テストオプショナルの場合は。 この生徒に関して言うと、イングリッシュとマス両方とも AP で5を取ってつまり、イングリッシュのスキルもマスのスキルも非常に高い。そうすると、この生徒がテストスコアで示さなくてはならないものは何もないわけです。ということは結論からすると、こういう生徒だったら、まず大学進学においてテストの準備は必要ありませんということですね。 じゃあちょ、次のケースを見てみましょう。二つ目のケースですね。はい、GPA3.3 ビジネスメジャーの学生です、えー。カリフォルニアの州立大学を目指しています。という学生で、この学生はテストの準備をする必要があるかないか。えっ、ー、と、この状態であれば当然テストの準備は必要ない。 ですなぜかというと、カリフォルニアの州立大学は一切テストスコアを取らないので、そもそも準備する必要はないです。ただ、えー、さっきも言いましたが、カリフォルニアの州立大学は、えー、非常に入りにくくなっていて、アドミッションが不安定になっています。ということは、この学生はできれば、できればというかなるべく州立大学以外の大学も、 候補に入れるべき。だし、他の州の大学も候補に入れていく必要があります。はい。なので、その場合、もしかしたらテストスコアの準備をした方がいい場合も出てくるかもしれません。かもしれませんっていうのは、えっ、ー、と、Arm ー g e n t GPA3.3。まあ、悪くはないけど、そんなに高いわけでもないですよね。はい。えー、ここで、 AP とか IB とかのクラスを取っているかどうか分かりませんが、もし何か、えー、テストスコアを出した方が、自分の進学準備が示せるというのであれば、もしかしたらテスト準備をした方がいいかもしれない。つまり、修立大学を受けるだけだったら必要ないですが、アプライスする大学の幅を広げていこうとしたときに、テストを一応受けといた方がいいかもしれない。かもしれないぐらいですかね。はい、じゃあ次。 えー、この場合、今度は、最近、最近っていうか2年前に日本から来たばかりで、まだそんなに英語力に自信があるわけではないと。えー、最近 ESL を卒業しましたという生徒ですね。で、この場合はどうしたらいいかということですが、この生徒に関して言うと、もしかしたらテストは準備した方がいいかもしれないです。理由はいくつかあって、例えば、 もうアメリカに来て2年間学んで、かなり英語力も上がってきたんだとしたら、それなりにテストスコアが取れるかもしれない。テストのイングリッシュでもしスコアが取れれば、TOEFL とか i イエルツとか、英語力を示すテストを受けなくて済むかもしれない。というのがまず一つですかね。はい。それと、この生徒の場合は、日本での成績も提出する必要がありますね。途中から来ているので。で、そうなった時に、 アメリカでの成績、提出できるものが限られている。特にそのうちの一部は ESL だったりすると。まあ、そういうことを考えると、えー、もしかしたらテストスコアを出した方がいいかもしれない。いうぐらいですね。まあ、かもしれないぐらいだと思ってください。 じゃあテストオプショナルにどう対応していけばいいかということなんですが、まずテストを受けるべきかどうか、これは本当に個別の判断です。まあ、ただ、あの、目安として言えることはハイスクールの成績ですね。ハイスクールの成績が満足のいく成績を残せているのであれば、まあ、さらに言うと AP とか、えー、大学レベルのクラスも、 取るることがでできていてていいそれれなりりののを残せせああば基本的にテストストコアは必要ありませんただし、そこまでハイスクールの成績が高くない場合、またはアメリカの大学をアプライする数少ない大学ですが、テスト必要な大学、多少まだあります。そういう学校をアプライする場合という場合は、まあ、テスト準備をした方がいいかもしれないということですね。 はい。テストオプショナルはテストブラインドとは違うので、テストスコアは提出することは可能です。どの程度評価されるかというのは別問題ですが、提出は可能だということなので、基本は個別戦略だと思ってください。はい。えー、それから、じゃあ、テストスコアに変わるものとして何があるかということなんですが、まずハイスクールで、 大学レベルのカリキュラムが提供されている場合、AP コースとか IB ディプロマとかが提供されている場合は、それが大いに役に立ちます。はい。えー、それから、ハイスクールの英語の授業とかで書いた、えー、作文であったり、または他のクラス、他の授業でもいいんですが、他のクラスでやったリサーチであったり、ハイスクールでやった ものハイスクールの成果を大学にアプライスするときに提出するということも可能です。はい、そういうふうにだ、大事なことはテストスコアを出すか出さないかではなく、ハイスクールできちんと学習してきて、大学で学ぶための準備ができていますよと、それが示せれば十分なので、そのことを示す方法はテストスコア以外にも実はいろいろありますということですね。 はいえー、シカゴ大学は <laughs>、えー、パンデミックのもう2年前から実はテストオプショナルを導入しています。はい、シカゴのようなう世界的に有名な名門大学が早々とテストオプショナルを導入したというので、まあ、非常に、えー、注目されたんですが、この学校はテスト以外にこんなものを提,提出していいですよと。 いうふうに言っています。さっき言ったようなえ、自分が書いた作文であったり、または、特にアートとかやってる学生ですね。その学生は、えー、その自分のアートについてのアートのポートフォリオを提出することができますよ。はい。あとは、リサーチペーパーとか、AP 取ってる人は AP のスコア。IB とか、えー、それ以外のプログラムを取っている人も、そういうスコアもちゃんと見ますよと。 あとは、この学校はインタビューはやっていませんが、インタビューの代わりに、自己紹介動画を作って提出することができますよ。というように、いろんなものを提出できますよというふうに言っています。つまり、こういうものが提出できるのであれば、まあ、テストスコアはいらないということですね。でこれはシカゴに限らず、他の大学も同じです。ごく一部のテストスコアを義務づけている大学を除いて、 基本的にはテストオプショナルの場合はテストスコアは出さなくてもいいし、出さなくても不利にはならない。他に出せるものがあるんだったらテストの準備は不要ですよということです。で最近、あの <laughs> テストをハイスクールで受けられるっていうケースが増えてきていると思います。ハイスクールで受けられるとか、例えば、えー、ハイスクールがそのテストを 費用を負担してくれるのに、ただで受けられますよみたいなのが最近増えてきていると思います。そういう意味では以前よりもテストを受けやすくなってきているので、えー、テストを受けておくのは決して悪いことではないと思います。受けておくのは悪いことではないですが、テスト対策にすごく時間を費やしたり、ましてやプレップスクールに通って準備したりっていうのは、えー、本当に無駄なのでやめた方がいいです。 最近ハイスクールがテスト、ハイスクールでテストを受けられるようにしたりとか、テストが受けられ、受けやすくなっているのは、これは別に、皆さんにとってテストスコアが必要だからそうなっているわけではないです。テストスコアが一番必要なのはカレッジボードの方です。いいですか。大学は別にテストスコアなくたってアプリケーションを受け付けてくれますし、テストスコアがなくても、学生の評価をしたり、奨学金の評価をしたりっていうのはもう十分できるようになっています。 ただ SAT のスコア、カレッジボードにとってはものすごく重要なんですね、えー。テストのスコアが重要というよりも、テストを受ける学生、皆さんの個人情報が必要なんです。はい、えー。SAT にしても ACT にしても、皆さんの個人情報、1人50セントでいろんな大学にデータを売っているわけですね。いろんな大学はそのデータをもとにダイレクトメールを送ったり、 SAT や ACT の受け,た受けると皆さん個人情報をそこで入力をします。そこで個人情報を一切他に共有しませんというふうにしない限り、その情報は、えー、いろんなところに拡散していくわけです。でそれをビジネスにしている SAT ・ガレッジボードにとっては、テストを受ける学生の個人情報が必要なので、テストを受けてもらいたい。 ということです。皆さんが大学進学にとって本当に必要だから受けてもらいたいと言っているわけではないということをまず知っておいてください <laughs>、はいえ。パンデミック後のアドミッションの特徴として、まず一番重要なのが、アドミッションの双方向化が進みました。双方向化というのは、大学をアプライする前から学生とアドミッションがやり取りをする。 ということですね。これはもともと、えー、こういう傾向っていうのはあったわけです。当然も、もともとあったんですが、えー、パンデミックになってから、よりここが重要になってきました。つまり、今までのように、大学を選ぶ際に実際にキャンパスを訪問して、場合によっては、えー、大学の授業を除いたりとかして、その学校のことをよく知った上でアプライするというのが、 まあ難しくなってきた。で、そうなったときに、じゃあ、どうやって学生は大学を選ぶのかというと、アドミッションとコミュニケーションを取りながらいろいろ教えてもらって、その学校のことを知って大学を選んでいくというふうになっていったわけですね。はい。そのために、えー、事前のコミュニケーションが非常に重要になっています。はい。えと、ー、ですから、これから大学をアプライする、特に今度12年生になる。 学生に関して言えば、もうすでに今の段階でいろんな大学とのアドミッションってやり取りをしている人多いと思います。もしまだやり取りしてないのであれば、今すぐにでも始めてください。で、やり取りをしながら自分に合う大学を選んでいくことをお勧めします。もちろん実際に訪問できている場合、大学訪問できている場合はそれで十分なんですが、訪問できていない大学に関しては、 きちんとコミュニケーションを取りながら、その大学のことをよく知って、で、アプライズするかどうか、自分に合ってるかどうかを見極めていくことをお勧めします。はいえーまあ、パンデミックので一時期、キャンパス訪問できなかったんですが、今はもうどの大学も普通に訪問できるようになっていますので、えー、特に州内の大学に関しては、自分が住んでいる州の州内の学校に関しては、ぜひ訪問することをお勧めします。 でただ時間的になかなか難しいという場合は、今でもオンラインの学校説明会などは継続してますので、ぜひオンラインのインフォメーションセッションなどに参加してみることをお勧めします。はい、ただやっぱり実際に訪問するのとオンラインでは見られるものが全然違いますので、えー、訪問することで。もし大学アプライする前に訪問できなかった場合でも、合格した後は必ず訪問して、それから え、進学するかどうか判断することをお勧めします。はい。えー、バーチャルツアーももうほんとここ2年間ぐらいでかなり進化しています。キャンパスの隅々までオンラインで見られたりするので、ぜひこれも活用していただきたいと思います。はい。えー、パンデミック後のアドミッションの特徴として、えー、ダイバーシティ重視というのが挙げられます。 はい。えー、要はテストスコアを要求しなくなったことによって、えー、低所得者の方であったり、あまりそのテスト対策を今まで意識してこなかったようなマイナリティの方とか、ファーストジェネレーションの方とか、そういう人たちがアプライするようになってきた。はい。ということで、またそういう学生を積極的に取りたいというのが大学の意向です。ですから、ダイバーシティ重視というのが、えー、特に このところ、えー、の特徴として挙げられます。州立大学で言えば、州外の学生とか外国人留学生を積極的に採用しているということですね。はい、えー、それから、えー、ここに合否先送りと書きましたが、合否先送りもかなり使われています。どういうことかというと、えー、まず、通常のレギュラーのデッドラインでアプライした場合は、 合格と不合格以外に、ウェイトリストに載せます。ていうやつですね。ウェイトリストに載って、そこから繰り上げ合格をしていく。アーリーデッドラインで受けた場合は、そこで合格、不合格出さないで、レギュラーデッドラインにリファーラルしますよと。そっちでもう一回アドミッションしますよ。っていうふうに、すぐ結論を出さない合否先送りというのを各大学が結構積極的に活用しています。 はい。ですから、多分10年ぐらい前までだったら、ウェイトリストですよって言われたら、まあ、ほぼそこからの繰り上げ合格は期待できなかったんですが、最近では、ウェイトリストというのは、そこから先のに合格になる可能性が十分考えられると。ウェイトリストとか、このディファイラル、どういうことかというと、大学としては合格通知は出していいと思っている。そういうレベルの学生です。 つまり合格させることは大学としては全然問題ない。ただ、そういう学生が山ほどいるから、えー、その中から選ばなくちゃいけない。で、昔は自分たちが何かしら差をつけて選んでいたんですが、最近はとりあえず先送りして学生の出方を見ながら選ぼうという、これが合資先送りということですね。 はい、進学準備の時期についてなんですが、えー、とまず、アーリーデッドラインっていうのが11月の頭にあります。これがまず最初の目標ですね。これに向けてアプリケーションの準備をしていきます。アーリーデッドラインで受けた場合、結果はクリスマス前に分かる場合が多いです。はい、ぜひ、これを、このクリスマス前の前に合格通知をいくつも持っている。でしかも、その中にはいい奨学金のオファーもたくさん入っていると。そういう状況を作る。 これが非常に重要なので、ぜひこれを目指してください。で、レギュラーデッドラインが1月の頭にあります。で、レギュラーで受けた場合、結果が分かるのは3月の下旬、ずいぶん先になるわけですね。はい、まあ。なので、アーリーデッドラインで受けて、年内にもう合格通知を持っていると。これが実は非常に重要だということになります。レギュラーだけしか受けてないとかなり先になってしまいます。 それまでどこ行けるか分かんないっていうのは不安ですよね。であと、州立大学。州立大学は州によってデッドラインが違いますが、結構11月末ぐらいにとか12月頭に州,州立大学のデッドラインがある場合が多いです。この辺ですね。カリフォルニアだと11月末ですね。他の州でも12月1日とかこの辺にデッドラインがある場合が多いです。で、まあ、どのデッドラインでアプライした場合であっても、 進学先を決めるのは5月1日ですね。これがまあ全米共通のルールになっています。はい。ということで、まずはアーリーデッドラインに向けて、ここにアプリケーションがちゃんと出せるように、しっかり準備をするということになります。はい。えー、さっき、合否先送りの話をしましたが、えー、とこれ、まあ、双方向アドミッションとの関係。 が実は非常に深いわけですねつまり大学としては、えー、キャンパスを実際に訪問する学生が減ったことによってどの学生が自分の大学にすごく興味を持ってくれているのか合格通知を出したら実際に入ってくれるのかこの辺が読みにくくなっているわけですね。以前だったら実際にキャンパスを訪問したりでその後にもやり取りをした学生 っていうのがある程度の数でいて、こういう学生はきっと合格通知出したら来てくれるだろうなっていうふうに読める。まあ、そういう読める学生もいたわけですが、それが減ってしまったために、大学としては読みにくくなってきた。ただ大学も評価が同じ学生がたくさんいたらアプリ、その場合どう、そのアプリケーションの中から誰を合格させるかと考えた場合、どうせ合格通知出すんだったら、 出出ししたたら必ず来てくれる人、人そういう人に出したいいにわけです。なぜかというと、合格通知を出した人の多くが実際に入学してくれれば、入学率の数字が上がるわけですね、入学率。イールドと言いますが、この数字を大学は上げたい。なぜかというと、この数字が大学ランキングに影響するからですね。 はい。なので、えー、入学率を上げるためには、合格通知を出したら、実際に入ってくれそうな人に合格通知を送りたい。だから分からない学生は、えー、ウェイトリストに載せたりして、学生の様子を見ます。ウェイトリストに載せた学生が、もうじぜひ入りたいとアピールしてきたら、そういう学生が、を優先的に合格通知を出したりと。 そういうふうに使っていくわけですね。どれくらい自分がその大学に行きたいのかっていう意思表示をするというのも非常に重要になってくる。そういうことです。大学は自分の大学に行きたいという意思表示をする学生をの評価が上がっていくわけです。はい、えー。アドミッションの用語ではデモンストレーティングインタ t e r と言います。興味を示す学生。 その学校に行きたいという強い興味を示す学生というのは大学にとって評価が上がるとそういうことになります。<laughs> 進学準備はタイムラインですがこれからソフマになる今年の秋からソフマになる学生にとってアプリケーションの時期はまあ当然2024年の秋なんですがじゃあいつから進学準備を考えていったらいいか基本的には11年生から考えていけばいいと思います。 これからフレッシュマンになるという学生は、の場合2025年の秋がアプリケーションですが、準備は12年生から始めるので遅いです。11年生から始めましょうと。ジュニアになるタイミングで始めます。ということですね。ここから始めていけば、じっくり大学選びをして、で、アプリケーションの準備をしていくことができるということですね。はい。2年がかりで臨むと。 はい。じゃあ、どうやってハイスクールの中で取り組んでいけばいいかということですが、まずフレッシュマン。9年生においては、まずは学校に慣れて好きなことにチャレンジしましょうということですね。まあ、ただ、大学訪問っていうのは、いくら早く始めても構わないので、えー、お休みの時とかにちょっとずつ大学を見に行くということができるといいと思います。 で10年生になったら、えー、少しずつ将来の進路を考えてください。で将来の進路を考えると今度は訪問する大学もちょっとずつ変わってくるかもしれないです、ね。進路はぜひ10年生ぐらいから考えるようにすることをお勧めします。で11年生になったら、11年生はなったら今度は大学選びという作業が必要ですね。大学を、自分に合いそうな大学をリストアップして調べて絞り込んでと。 はい。11年生前半でリストアップして、後半でいろんな大学を見ながら絞り込んでいくで。それともう一つ重要なのが、11年生のうちに推薦状を書いてくれる先生を手配しておきましょうということですね。まあ、実際に書いてもらうのは12年生になってからなんですが、11年生の末までに手配しておくと安心ですねということです。 はい。えー、それから11年生と12年生の間の夏休み。ここは非常に重要です。はい。えー、大学アプライする学生、皆さん、コモンアプリケーションというアプリケーションを使いますが、コモンアプリケーション用のエッセイ2つ。これは、この夏休みの間に仕上げてください。これから12年生になる方、えー、多分セミナー参加されたと思いますが、そういう方は、おそらく今、 エッセイの準備をしているんじゃないかと思いますが、まだ始めてな,いなかったとしたら、もう今すぐに始めて、夏休みが終わるまでにエッセイを仕上げるように頑張ってください。コモンアプリケーションというのはこれですね。はい。えっ、ー、と、全米の大学、まあ、アメリカ以外の大学も使っているところありますが、全米900以上の大学にアプライできるシステムです。大学アプライする際に必ず必要になります。 リンク入れていきますね。はい、コモアプリケーションが必要になります。で、この中でエッセイ2つ提出、必エッセイ2つ提出します。で、この2つはコモアプリケーションでアプライスするすべての大学に同じエッセイを提出できるので、この準備は夏休み、11年生が終わった夏休みの間にやっておきましょう。ということです。 で、最後、12年生ですね。12年生はもうコモアプリケーションなど。また、コモアプリケーション使わない大学のアプリケーションなども含めて、12年生の秋学期にアプリケーション全部仕上げて提出します。ファイナンシャルレードの対応。これまた後で説明しますが、ファイナンシャルレードの対応もします。はい。あとは推薦状の手配。面接を受ければ面接の予約。 また作品などを提出する場合、ポートポリオン準備などを12年生に行います。で、12年生後半は合格した大学を実際に訪問して進学先を決めます。はい。成績は最後まで手を抜かないようにしてください。はい。という感じですね。はい。えー、っと、それから、えー、課外活動についての質問をいろいろ受けて、 なので、それについてお話をしたいと思います。ちょっとケーススタディとして一つ取り上げました。えっ、ー、と、見ていただくように、えー、この学生、高校のダンスクラブで活動しています。一方で、ホームレスの保護施設でも、もうボランティアをしたと。じゃあ、どっちについて、アプリケーションで書いた方がいいのか。高校のダンスクラブの活動について書くよりも、 ホームレスの保護施設でのボランティアについて書いた方がアドミッションで評価されやすいのかどうですかっていう質問ですね。皆さんこれどう思いますかこれ実際は逆ですね。えー、これは当然高校のダンスクラブの活動について書いた方がはるかに価値があります。それはまあ取り組んでいる時間は全然違いますよね。取り組んでいる時間も違いますし、えー、それにかける労力とか、その 経験を通じて学んだこと、成長できたことの差が全然違いますよね。はい。で、じゃあ、どうやってアクティビティのことを考えていけばいいかということなんですが、まず、えっ、ー、と、さっきのコマアプリケーションの話をすると、コマアプリケーションには、課外活動を、今まで取り組んだ課外活動を列挙できます。たくさん書きたかったら、たくさん書くことができます。 10個書きたかったら10個書くことがとできるんですが、ただですね、そこでアクティビティどれだけ並べても、それだけでは別に何の評価にもなりません。あくまでも書いただけです。じゃあそれを評価される、してもらうにはどうしたらいいかというと、その活動が自分の成長にどう役に立ったか、自分にどういう意味があったのかというのを、きちんとアプリケーションの中で示す。エッセイでしっかり書いて示す。というように、 その活動が自分にどう役に立ったのかをきちんと示すことができたら、それで初めてその活動が評価されるということです。ここ間違えないようにしてください。はい。ボランティアたくさんやりました。何時間やりました。それを書いても、ああ、そうですかっていうだけです。別にそれが、それだけで何かの評価になるわけではないです。それが自分の成長にどう役に立ったのかが書いて初めて。 評価になるわけですね。ですから、じゃあ、どんな課外活動を取り組めばいいかというと、自分がやりたいことですね。自分が情熱を持って取り組める活動を選んでください。はい。情熱を持って取り組める活動であれば、当然、頑張ります。頑張るということはいろんなことをその活動から学んでいきます。どんどん成長できます。ということですね。 つまり、課外活動は進学のために選ぶんではなくて、自分の成長のために選んでください。進学のために何がいいですかっていう発,発想は、えー、結果的に何の意味もないわけです。自分が成長できる活動は何,何ですかとっていうふうに考えて選んで取り組んでください。そうすれば、結果的にその活動が大学進学の時に評価されます。はい、ということですね。 はい、課外活動において役に立たない活動はありません。どんな活動でも必ず自分にとって役に立ちます。自分の成長につながります。だから、情熱を持って取り組める活動を選んでくださいということですね。それからトランスファーについての質問も実はいろいろ受けました。例えば、このフレッシュマンから進学するのが難しいような難関大学、特に難関の私立大学に行こうと思った場合は、 2年後にトランスファーで目指した方が合格しやすいかはい。これ全くそうではないですね。<laughs> はい。えっ、ー、と、まず、そもそもトランスファーっていうのがどういうものなのかということをきちんとやっぱり理解していただきたいんですが、トランスファーっていろいろあります。4年生大学から4年生大学へのトランスファー。または2年生大学から4年生大学へのトランスファー。 また、あ、はアメリカから日本へとか、日本からアメリカへっていう、そういうトランスファーなど、いろいろあります。で、あと、まあ、トランスファーする目的とか時期とかリスクとか、この辺に関して、ぜひ皆さんに知っておいていただきたいんですが、まず、4年生大学から4年生大学へのトランスファー。これのリスクについてなんですが、まず、えー、とトランスファーっていうのは、 つまり、途中から他の大学に移る。移る大学からすると、これっていうのは欠員補充なんですね。学生途中で辞めていくので、足りない分を補充するのがトランスファーだと思ってください。つまり、4年生大学、トランスファーの受け入れ人数には限りがあるわけです。中立大学のように、コミュニティカレッジと 提携していて、コミュニティカレッジからの学生を毎年何人受け入れますみたいな、そういう枠を用意している場合は特別ですが、そうじゃない場合、基本的には欠員補充です。大学としてもトランスファーで受けた学生、欲しい学生がいても枠がなかったら取れないわけですよね。はい。州立大学の場合は、コミュニティカレッジからの枠以外にも、 4年生大学から入る枠はそれなりにあります。なぜかというと、修立大学、辞めていく学生、非常に多いからですね、1年目で辞める学生、2年目で辞める学生、辞めていく学生、非常に多いので、枠ができる。その分を補充できますが、これが質の高い、教育,教育の質の高い大学とか、人気の高い大学であればあるほど、欠員は減っていきます。なかなか学生は辞めない。辞めないってことは、 取れる学生も限られるということですね。2年生大学か4年生大学へのトランスファー。よくあるのがコミュニティカレッジとかジュニアカレッジからの4年生大学へのトランスファーなんですが、これは、えー、とまず、修立大学に関して、4年生大学、行く方の4年生大学が修立大学であれば、えー、それなりにが枠は用意されてはいます。用意されています、いるので、 え、プライベートの4年生大学に行くのとは違って、それなりに枠があります。ただし、かといって入りやすいかというと決して入りやすいわけではないです。実際にトランスファーできている学生っていうのは希望する学生の4分の1しかないと。これが現実です。つまり、コミュニティカレッジとかジュニアカレッジに行って、そこから4年生大学に行けばいいやと。 いうふうに考えて、もちろんそうなんですが、でも実際に行けてる学生って4分の1しかいない。この現実をしっかり知っておく必要があります。でさらに、行った先でちゃんと卒業まで行ける学生っていうのは6分の1しかいないわけです。トランスファーというのは非常にリスクが高いということを覚えておいてください。 はい。で、それからさっき、えっ、ー、と、トランスファーの時期という話をしましたが、えっ、ー、と、トランスファーっていうのは基本的には、えワ、ー、ンセメスターでも大学クラスを取れば、そこから先はもうトランスファー扱いとなります。ちょっとでも、えー、クラスを取ればトランスファー扱いです。で、基本的に、えー、トランスファーはどのタイミングでも大学は受け付けます。ワンセメスター。 取った学生、2セメスター取った学生、どのタイミングでも受け付けるというのが原則です。はい。原則なので、トランスファーするんだったら、早いに越したことがないわけですね。はい。ね、なんですが、ただ、例外があって、例外がカリフォルニア州立大学です。カリフォルニア州立大学は、えー、一般教養レベルの クラスがほぼほぼ取り終わった状態ではないとトランスファーを受け入れてくれません。はい。非常に特殊な例ですね。で、この場合、まあ、さらにリスクが増すわけです。最初の2年間で一般教員のクラスが取り終わった時点で、そこでトランスファーで進学するわけですが、そこの成績で失敗してしまった場合、最初の2年間の成績を思いを残せなかった場合、そこから先の選択肢が非常に狭くなってしまう。 わけで,すね、ですから、トランスファーは最後の手段だと思って、これを前提にした進学準備はリスクが高すぎるので、しないというのが基本だと思ってください。はい、あと、えっ、えー、と、ビザで滞在している学生について質問いくつか受けましたが、えっ、ー、と、ビザで滞在している学生、自分たちはインターナショナルなアドミッションで不利になりますかと。 いう質問がありましたが、これ、不利になりません。逆に有利になります。はい。なぜ有利になるかというと、大学は学生、いろんなタイプの学生が欲しいわけですね。もっと言うと、全世界から学生が欲しいわけです。はい。永住ではない学生は、大学行った後、また自分の国に戻っていく可能性が高い。そうすると、卒業生のネットワークを海外に広げることができるので、 そういう意味でも、えー、ビザで滞在している学生とか外国人留学生は大学にとって非常に重要な学生です。そういう学生は別枠でちゃんとアドミッションをします。ということですね。はい。ですから、非英住の学生にとっては <laughs>、別カテゴリーで評価されるのであの、アメリカ人と同じ評価ではないと。じゃあ、SAT、ACT に関してはどうしたらいいかということですが、これはまあ一般の学生と同じだと思ってください。 ただし、英語力を示す。SAT とか、S、ACT で英語力を示したい場合は、えー、テストを受けると。受けておくということが役に立つ場合も多いですよ。ということですね。はい。で奨学金に関して、この後、奨学金について説明をしますが、非英住の学生の場合、ニードベースの奨学金は対象とならない大学が多いです。メリットベースは、 とタレントベースにに関しては一般ののアメリカ人の学生と同じ扱いになりますこの辺の奨学金の違いはこの後説明します。はい。ということで、えー、っと、もう一つ皆さんへの質問ですね。大学はバランスの取れた学生を高く評価します。本当か嘘かということなんですが、これもですね、実は大学選びの 大学選びじゃないです。大学進学準備の時の準備方法に関わっていきます。皆さん、えー、っと、例えばさっき、えー、課外活動の話をしましたが、課外活動にどういうふうに取り組んだら有利なのかとか、クラスの取り方どうやったら有利なのかとかっていうことを、えー、何でもかんでもそれようとしますが、大学は別にバランスを取れた学生を求めていません。 大学が求めているのは何かしら他の学生よりもユニークな部分、秀でている部分というかユニークな部分を持っている学生が欲しいわけですね。他と違いを見るわけです。大学は他との違いを見るわけです。はい。なので、単にバランスを取れている学生を求めているわけではないです。いろんなタイプの学生を取って結果的に大学全体としてバランスが取れていればいいわけです。 一人一人の学生はユニークであることが重要です、はい。ということなので、これから進学準備をしていく場合、アプリケーションで自分をアピールしていく場合、いかに自分が他の人と違うか、ユニークなのかっていうことを示す、ここにフォーカスしてください。ですね、アドミッションのポイントとしては、まず、大学は学生を選びます。 当たり前のように聞こえるかもしれませんが、大学は自分たちが欲しい学生を優遇します。さっき言いましたね。うちのあ、合格数値出したらうちの大学に来て,来てくれそうな学生、そういう人は優遇したりします。自分たちの大学のスチューデントボディを強くできる学生を取りに行きます。マイノリティの学生を優先的に取りに行くことだってあります。 低所得者のが、の層の学生も優先的に取りに行ったりします。大学は自分たちが欲しい学生を優遇するわけです。で一方で学生も大学を選ぶわけですね。一番大きな選び方としては奨学金ですよね。自分を高く買ってくれた大学に進学しようというふうになりすにもなるわけです。で、大学を選ぶポイントは違いですね。その学生と他の学生はどこが違うのか。 ということです。ですから、準備する方は自分をいかに差別化できるか。ここがポイントになっていきます。ということで、自分が行きたい大学でしかも、大学からも高く評価される。それが理想の大学ですよと。とこういう大学選びができれば、非常にいい、充実した、そして学費的にもリーズナブルな大学4年間が送れるのではないかと思います。 はい。もし何か質問などあれば、えー、さっきも言いましたが、チャットの方に入れておいてください。で、この後、えー、お金の話ですね。今日、今日の本題はこっちです。この話お金の話をしていきます。で、いろんな用語がこれから出てきます。こういった言葉が出てきますので、えー、ちょっと簡単に説明します。tuition and fees。これは授業料ですね。で、room and board。これが料費 寮の滞在費ですね、寮の費用、あとは食費です。で、この2つ、授業料と寮食費、これ両方を合わせたものが、いわゆる学費だと思ってください。学費といったら授業料だけではなくて、この寮費とか食費とかも全部含めた、要は1年間その大学に通うのに必要な金額すべて、これが学費だと思ってください。 で大学のウェブサイトには学費いくらですって書いてあります。その学費のことをコストオブアテンダンスというふうに言います。どの大学のウェブサイトにもコストオブアテンダンスいくらですっていうふうに書かれています。はい。えー、これは全額、学費全額自分で払った場合の金額。これがコストオブアテンダンスです。ただ一方で多くの学生は奨学金にとって学費を下げて進学をしますね。 で、実は実際に払う金額。実際に払う金額を何て言うかというと、それをネットプライスというふうに言います。特にこのコストオブアテンダンズとネットプライス。この二つの言葉非常にこれから重要になってきますから覚えておいてください。次、EFC、Expected Family Contribution。これは、あの、これからは Student Aid Index という言葉に置き換えられていきます。まあ、この二つの言葉両方一応頭に入れておいてください。これは、まあ 家庭でどれだけ学生の学費が負担できるかと。家庭で負担できる学費の金額のことを EFC と言います。はい、一番下の FAFSA フフというのは、大学をアプライする、えー、とファイナンシャルレイドにアプライする際のに必要なサービス、国がやっているサービスのことですね。はい、こういう言葉についてを使いながら、これから説明していきます。 はい。さっきも言いましたが、コストオブアテンダンスとネットプライス。コストオブアテンダンスはまあもちろん大事なんですが、一番大事なのはネットプライスですね。自分がその大学にいくらで進学できるか。ネットプライスは学生一人一人違う。と言ってもいいぐらい。みんな違います。はい。学生によってもらえる奨学金の、大学からもらう奨学金が全然違うから。ですね。 はい。えっ、ー、と、州立大学のコストバテンダンスを見ていきたいと思います。こんな感じですね。州内の学生のコストバテンダンスが3万7千ドル。州外の学生のコストバテンダンスが6万8千ドルとなっています。はい。えー、これ1年間の学費ですね。ウェブサイトに書かれている学費です。はい。えっ、ー、と、州外の学、の学生。 の費用、ま、とんでもなく高いんですが、州内の学生の学費も結構高いですね。はい。これを4年間払っていくというなると、結構な金額になるわけです。で、こっから学費が下げられれば、奨学金とかを取って学費を下げられればいいわけですが、ただ、州立大学はなかなか奨学金が取りにくいです。奨学金の予算があまり多くないので、 特にファイナンシャルニードベースの奨学金はよっぽど経済的に困ってないと大きな奨学金のオファーは取れないかもしれないということですね。はい。えー、コスト・バテンダンス、内訳はこんな風になっています。で、私立大学は、も以前は実はそんなに高くなかったわけですね。 多分あの20年ぐらい前,前まで、2000年ぐらいであっても、州立大学の授業料っていうのはこの程度、3800だとかこの程度だったんです。それからどんどん上がっていったわけですね、はい。州外の学生の授業料の上がり方はもう相当大きいです。ですから、州立大学はプライベートよりも安く行けるというのはもう過去の話。 ですね、今は州立大学でも結構学費は上がってきています。州内の学生であっても結構学費は高いですよと。UC であれば3万8千ドルぐらいのコストバーテンダンスで奨学金が取れない限りそれくらい毎年払わなくちゃいけないですよということです。一方で、州立大学、UC に関して言うと、 じゃあ学生一人当たり大学はいくらお金使っているんですかっていうことなんですが実は学生一人当たりに使う金額っていうのは過去30年間で2割ぐらい減っているわけですこの間授業料は5倍ぐらいに上がっています授業料は5倍に上がったんですが使える自分のために使ってもらえるお金っていうのは2割ぐらい減っている 30年前の学生と比べると2割少ないサービスを5倍の高いお金払って受けていると。そういうのが今の州立大学の現状です。なぜそうなってしまったのかというと、以前は州からのお金がたくさん出たわけですね。州からのお金がたくさん出たので、授業料にあまり頼らなくても大学運営ができていた。ところが今では州からのお金がどんどん減ってしまったので、その分授業料に頼る運営をしなくちゃならなくなった。 というこ,とです、はいまあ、こういう状況が分かっていれば、大学選びも皆さんはどうしたらいいかっていうのが見えてくると思います。州立大学だけに頼るのではなくて、もっと経済的に余裕があるプライベートの大学などで奨学金をたくさん取って進学をした方が、より質の高い教育をリーズナブルに受けられるんじゃないかということが予想できるのではないかと思います。 はいえー、と一方で、プライベートの大学はみんな学費が高いかというと、必ずしもそうではないです。例えば、グローブシティカレッジ、これはペンシルベニアにあるリベラルアーツカレッジ、非常に質の高いリベラルアーツカレッジで人気高いんですが、人気が高いのは、まあ、教育の質が高いだけではなくて、まあ、この学校の 学費が非常に低く設定されているからですね。コストオブアテンダンス3万2800ドルですね。UC よりも UC のインステートと比べても多分5000ドル以上安いわけですね。これは奨学金一切取らなかった場合の学費です。奨学金を取れればここからさらに下がるということですね。はい。なので、大学の学費っていうのはもう学校によって全然違います。 ですから、コストオブアテンダンスも学校によって全然違うので、そこもよく比較をするということが重要になります。はい。UC とグローブシティカレッジを比較してみると、いかにグローブシティカレッジがリーズナブルな学期設定になっているのかがよくわかるかなと思います。で奨学金っていうのは、えー、大学からもらうお金と、それから民間の奨学金と両方あります。 今日私がお話しするのは基本的に大学を通してもらうお金です。なぜかというと、これが一番確実に取れるし、金額も大きいからですね。で、大学からもらう奨学金というのは、お金はどっから出て,出てるかというと、まあ、大学が長年蓄えてきた基金、そういう基金を運用して出た利益などから出てくるもの。もう一つは、その、例えば、えー、連邦政府とか州政府から出てくるお金、それを大学を通してくると。 こういうものがあります。ただですね、あの、日本で言うと、奨学金っていうと、返さなくちゃいけない奨学金、対応型っていうのもあるんですが、アメリカではグラントとかスカラシップっていう奨学金、これは全て給付型です。つまり、えー、もらったら返さなくていいお金ですね。はい。ですから、奨学金を取れば、取った分だけ学費が下がるわけです。アメリカの場合は、 返さなくちゃいけないものには必ずローンという言葉がつきますから、はい、あの、奨学金というのは返さなくていいというふうに思ってください。はい、ファイナンシャルエイドには大きく分けて3種類。ニードベース、メリットベース、タレントベースというのがあります。全部返さなくていいお金ですね。それとあとローンとワークスタディ。ワークスタディっていうのは学内で働いて、 で、それを自分の学費の足しにするというのがワークスタディとなります。でまず、ニードベースについてなんですが、ニードベースというのは、経済的に困っている。つまり、学費全額を払うのが難しいという学生に対して、不足分の一部、または全部を大学が払ってあげます。これがニードベースです。 主にアメリカ人学生向け。アメリカ人学生っていうのは、U.S. シティズン、またはグリーンカードを持っている人向けですが、一部の大学では、えー、ビザで滞在している学生とか外国人留学生に対しても、えー、ニードベースを、の奨学金を出しています。はい。次、メリットベースですね。メリットベースっていうのは、 これは学生の評価に応じて提供されるものです。ですから、アメリカ人であるとか外国人であるとか、またはファイナンシャルニードがあるかどうかとか、そういうことには関係ないです。大学がこの学生欲しいなと思ったら、それに応じてオファーしてくれる。これがメリットベースです。ファイナンシャルニードベースは、ファイナンシャルニードがある学生が対象になります。 ただメリットベースっていうのは誰でも対象になるわけですね。大学,学、大学が欲しいと思う学生だったらみんな対象になるわけです。はい。次、タレントベース。タレントベースっていうのは、えー、まあアカデミックも含まれる場合がありますが、それ以外にいろんな能力を持っている学生ですね。例えばアートの能力がある学生。絵がすごく上手であるとか、音楽ですごい才能があるとか、 演劇がやってるとか、映画をやってるとか、まあ、そういうようなアートの才能がある人。またはアスリートですね。アスリートで、スポーツで才能がある人。それ以外にも、あの、まあ、例えば、まあ、大学によっては、ビジネスとか、ジャーナリズムとか、いろんな分野で、そういういろんな分野で、もう高校生のうちから活躍していると。そういうのもタレントベースとして評価してくれたりします。 つまり、一般の学生にはないような能力を持っている学生。これ、それに対して奨学金を出す。これもタレントベースと言います。で、これに関しても、え国籍とかファイナンシャルニードとかそこはとりません。ただし、やっぱりタレントベースの奨学金というのは、その活動を大学でも続けていくこと。これが条件となる場合が多いです。 はい、アートに対しての奨学金であれば、そのアートの活動を大学でも続ける。スポーツに対しての奨学金だったら、そのスポーツを大学でも続けるということが条件になりますが、そういう学生は自分の能力に対しても奨学金を得ることができます。ですから皆さんが奨学金を取る方法としては、ニードベース、メリットベース、タレントベース、これの組み合わせで取っていくわけですが、どんな組み合わせになるかというのは、これはもう学生一人一人。 異なりますこれも個別戦略だというふうに思ってください。はい。で、あと、返さなくちゃいけないものがローンです。学生本人が借りられるローン、スチューデントローンと、あとは家族が借りるローンというものがあります。学生本人が借りるローンというのは、えっ、ー、と、えー、学生本人が借りるローンというのは、あまり金額的にはそんなに大きくないです。 多分年間5,500ドルぐらいまでっていう感じ。そんな金額は大きくないですが、ただし在学中は返さなくていいです。大学院まで行ったら大学院卒業するまで返さなくていいですし、その後返すときも、金利はまあ国が一部肩代わりしてくれているので、そんなに大きな金利にはならないということですね。はい。ただまあローンっていうのは、まあなるべくローンに頼りすぎない方がいいので、 えー、家庭で負担できる金額で進学できるというのがまあ理想だと思います。えー、まずアマースト、アマーストの話をしたいと思いますが、アマーストカレッジ、アマーストカレッジ、えー、これは、えー、マサチューセッツのリベラルアーツカレッジですね。この学校はコストバーテンダンスが非常に高いです。8万6千ドルの コストバーテンダンスなんですが、この大学は学生一人当たり平均で5万9000ドルのファイナンシャルエイドを提供しているので、平均のネットプライスは2万7000数百ドルですよということですね。この大学、アマストカレー、まあ、非常に人気高いですが、まあ、人気高い理由は、 ファイナンシャルエイド、特にファイナンシャルニードベースの奨学金が非常に充実している。つまり、経済的に困っている学生、全額払えない学生は不足分に関しては、大学が全部払ってあげますよ。しかも、アメリカ人だけではなく、外国人留学生であったとしても、ファイナンシャルニード全部払ってあげますっていう大学ですね。ですから、コストバテンダンスは高い、非常に大きいですが、でも実際に、 払っている金額はそんなに多くない。平均で2万、あ2万7千数百ドルということですね。つまり、えー、アベージで見ると、UC のコストバーテンダンスよりも多分1万ドル以上安いということになります。はい。ですから、コストバーテンダンスだけで大学を選ぶことはできない。 わけですね、コスト・オブ・アテンダンスが高くても、ファイナンシャル・エイドが充実していて、奨学金たくさん取れるのであれば、そういう大学も十分選択肢として考えていいというふうに思います。でファイナンシャル・ニードの計算方法は、コスト・オブ・アテンダンスから EFC、Expected Family Contribution、つまり家庭で負担できる金額ですね。 はい、授業料から家庭で負担できる金額を引いた残り、これがファイナンシャルニードということになります。はいでファイナンシャルニードがどれくらいあるのかというのを調べる方法が FAFSA ですね。FAFSA というのは国がやっている えー、ファイナンシャルエイドのサービスなんですが、えー、っと、ちょっとリンクを皆さんに流しますね。はい。えー、っと、FAFSA フフ。で、FAFSA フフというのは、まあ、これは国がやっているサービスで、要はここで自分の状況を入力するわけです。家庭の収入とか。 資産とか家庭の状況を入力する。そうすると、家庭でどれくらいの額まで学費が負担できるのかというのが計算される。そうすると、不足分がどれくらいの、ファイナンシャルニードがどれくらいなのかが分かると。その家庭で負担できる金額っていうのを調べるためのサービスがこのファフサです。この FAFSA フフがリニューアルされます。 まあ、完全にリニューアルされるのはちょうど1年後ですね。来年の秋からなんですが、実はもうリニューアルはもうすでに始まっていて、まあ、かなりの部分変わってきている部分もあります。もうすでに、例えばウェブサイトも変わったりとかもしてますし、もうすでにもう新しいパフスタイルにちょっとずつ変わってきてはいます。で、このリニューアルの目的は何かというと、 低所得者層の支援、これが一番の目的ですね。このパンデミックの後に、やっぱり所得格差がかなり広がったということで、その低所得の人たちが大学進学しやすくするための、そのためのリニューアルだというふうに思ってください。ですから、まあ、経済的に中間層の人たちにとっては、まあ、メリット、何か、 メリットがあるかというと、多分全然ない。むしろデメリットの方があるかもしれないと思ってください。はい。でですね、どんな点が変わったのかというと、まず入力項目が3分の1になりました。今まで FAFSA を入力するってすごい大変だった。まあ、すごいとて結構何時間もかかったと思うんですが、入力項目も多いので、今は項目がすごく減りました。 ですから、前の年のタックスリターンの情報があれば、多分あっという間に入力できるようなふうに変わった。っていうことですね。それから EFC、Expected Family Contribution という言葉が、Student Aid Index というふうに名称が変わりました。内容は大して変わってないんですが、表現が変わったというふうに思ってください。 で一番大きな変化がですね、一番下に書きましたが、お子さんが,が複数、2人、例えば、兄弟2人が両方とも大学に在籍しているという場合、そういう場合の救済措置がなくなるというの、まあ、これは、これが実際に導入されるのは2年後からなんですが、これが実は非常に大きな変化かもしれないです。例えば、お子さん2人同時に大学、 に在籍すすることって結構あり得ますよね、はい、例えば、お姉さんが大学4年生で弟さんが大学1年生とかっていうことっていうのは、まあ、十分今までありえたわけです。で、現行の FAFSA フフであれば、例えば、e、EFC が4万ドル、つまり家庭で4万ドルまで負担できますよっていうふうに判定されたとした場合、まあ、当然4万ドルまでは家庭で負担して足りない分をがファイナンシャルニードと。 なったわけですがこれはあくまでも1人目の子どもの時ですよね。で、2人目の子どもがもう大学に行って、2人大学に行くとなった場合は、それぞれの子どもの EFC は2万ドルずつになったわけです。まあ当然ですよね、4万ドルまでしか家庭で負担できなかったのに、子どもが2人になれば、2人の子どもをそれぞれに負担できるのは2万ドルずつになると。これが現行のァーストの考え方だったんですが、 リニューアルされたファフサでは、それでも、それぞれの子供の EFC が4万ドルとして判定されてしまうわけです。つまり、ファイナンシャルニードベースの奨学金が、二人目の子供が入ったらニードベース取りやすくなるというのが今までの考え方だったんですが、それがなくなってしまうわけですね。つまり、現実からかなり離れていってしまうわけです。 ということなので、この FAFSA フフのリニューアル、おそらくこの2人目の子どもに対する救済策をなくすということに関して、これはもう今相当、あの、まあ、問題に、まあ、この業界では問題になっているので、まあ、もしかしたら、多少このルールを変えてくる、今後変わってくる可能性もあるかもしれない。ですが、現状、こういう状況だということを理解しておいてください。 つまりお子さん2人とかが大学に入ろうとした場合、ファイナンシャルニードベースに頼った進学準備というのは、もしかしたら無理があるかもしれないということです。でただ、今お話ししているのはファフさんの話です。ファフさんともう一つ CSS プロファイルというのがあって、こっちの話この後しますので、そこでもう少し詳しく、このファイナンシャルニードの話をしていきたいと思います。 それがこれですね。パフサというのは国がやっているサービスです。で、これに対して CSS プロファイル、これはですね、カレッジボードがやっているサービス、同じようにファイナンシャルニードを見るサービス、今、リンクを、えー、とチャットの方に入れましたが、パフサというのはすべての大学が使っているわけですが、CSS プロファイルは一部の大学が使っています。多分300ぐらいの大学が使っていると思います。 でこちらの使っている大学、CSS プロファイルを使っている大学は、もっと詳しくファイナンシャルニードを見てくれます。例えば、さっき言ったような、兄弟も大学に行っているとか、そういう、あとは家庭の状況、えー、もっと詳しく見てくれるので、CSS プロファイルをきちんと採用している大学であれば、もしかしたら、もっとしっかりファイナンシャルニードをカバーしてくれるかもしれない。 ということですね。はい。なので、この FAFSA と CSS プロファイル、両方ともやる必要がある。一般的には、両方ともやる必要があると思ってください。ただし、FAFSA というのは、これは、えっ、ー、と、FAFSA をやるためには、ソーシャルセキュリティが必要になってきます。ソーシャルセキュリティの番号が必要になってくるので、 外国人留学生とかビザで滞在している学生は FAFSA フフは対象にならないです。じゃあそういう学生がファイナンシャルエイドを受けるにはどうしたらいいかというと CSS プロファイルを使ってくれる大学を受けるということですね。CSS プロファイルは使っている大学は限られています。さっき見ましたが300ぐらいの大学が使っています。こういう大学を一つも受けないんだったら CSS プロファイルをやる必要はありません。 ただ一つでも受けるんだったら、これもきちんとファイルしましょうと,ということですね。で、どちらもファイルのタイミングは12年生の秋、12年生の10月だというふうに思ってください。12, 12年生の10月になったら FA が、FAFSA の対象になっている人はフ a f s a を CSS プロファイルの対象になっている人は CSS プロファイルを、えー、やってファイルするというふうに 考えてください。どちらもどれくらい家庭で負担できるのか、学費を負担できるのかを見るためのサービスだというふうに思ってください。はい。えー、では、ファイナンシャルニードベースがどういうふうになっていくのか、見られていくのかということなんですが、スワスマを例にちょっとお話をしたいと思います。スワスマカレッジ。 アイスワスマーカレッジは、これは <coughs>、まず、えー、これもペンシルベニアのリベラルアーツカレッジですが、まあ人気が高い、これも人気が高い学校ですね。一つは、まあアカデミッククオリティが高いっていうのもあります。もう一つは、えー、この大学は、まあ多分リベラルアーツカレッジの中には、割と珍しい方ですが、 えー、エンジニアリングのプログラムが充実している。リベラルアーツの学校はサイエンスのプログラムは充実しているところが多いですが、エンジニアリングがしっかりあるところっていうのはそんなに多くないです、ね。エンジニアリングがしっかりある学校で、ファイナンシャルニードをしっかりサポートしてもらいたいという学生にとっては非常に魅力的な大学です。はい。えー まず、このある学生を例にちょっとケーススタディしてみたいと思います。この学生、家庭の収入が年収が7万3000ドルぐらい、家庭の資産が10万ドルぐらい、まあ、こういう家庭だったとします。で、コストバーテンダー、さっき見ていただいたように7万7000ドルです、はいで。CSS プロファイルで家庭があってどれくらい 負担できるのかというのを大学が調べたら、大学の判断としては1万4000ドルまで。つまり、家庭では1万4000ドルまで負担できるというふうに判断しました。そうすると、コストバテンダンスから EFC を引いた残りの3万、あ残りの 6, 億あれ6万3千ドルというのが、ね、これがファイナンシャルニードということになります。じゃあ、このファイナンシャルニードをどうやってカバーしていくかということなんですが、 まずこの学生はワークスタディで2000ドル稼ぎます。ワークスタディさっきもちょっとお話ししましたが、キャンパスの中で働いてお金を得るというものですね。はい、でワークスタディで2000ドルいます。また外部のスカラシップを1500ドル取りました。ということで、3500ドルは自分でカバーします。で、そうすると、6万3000ドルのうち3500ドル。 500ドルは自分でカバー。でもまだ59,600ドルがカバーされていないファイナンシャルニードです。じゃあ、この金額を全部スワスモアが払ってあげますよというのが、これがスワスモアのファイナンシャルニードベースの奨学金制度です。スワスモアは、ファイナンシャルニードはローンを含まないで100%無条件でカバーする学校なので、こうやって奨学金をカバーしてくれるということです。 はい。これがまず、ファイナンシャルニードベースですね。で、ファイナンシャルニードベースではなくて、今度はメリットベース。メリットベースの話をしたいと思います。メリットベースっていうのは、えー、ファイナンシャルニードに関わらず、大学が学生の評価に応じて出る、出す奨学金ですね。今皆さんに見ていただいているのが、実際に学生が受け取った、えー、メリットベースの奨学金のオファーのレ,レター。それに書かれている、 内容です。これはユニオンカレッジです。ユニオンカレッジはニューヨークにある、えー、っと小規模の大学ですが、まあ、ここも奨学金たくさん出してくれるということ、メリットベースの奨学金をたくさん出してくれるということと、あとはここもエンジニアリングのプログラムがある。小規模の大学ですが、エンジニアリングのプログラムが充実しているということで、人気が高い大学ですね。 この学生は年間2万5000ドルのメリットスカラシップをオファーを受けています。この学校は3学期制なので、学期クォーター制なので、ポール、ウィンター、スプリングと3つのクォーターに分かれていますが、全部足して2万5000ドルのプレジデンシャルスカラシップですね、メリットベースです。プレジデンシャルスカラシップっていうのは一般的に最も 評価の高い学生に対して送られる奨学金ということになりますね。こういうふうにオファーされます。ちょっと個人情報の部分は今隠してありますが、このオファーを受けたのが12月7日。つまりこの学生はアーリーアクションで、アーリーデトレインで大学を受けて、で、実はこの12月7日のタイミングで合格通知とファイナンシャルのオファーを受けたと。 小学期のオファーを受けたということになります。もう一つ例を紹介しますね。これはディポー。ディポーはインディアナのリベラルアーツカレッジです。ここも非常に人気が高いですここ。特にここの学校はサイエンスの分野ですね。フィジックスとか、そういうサイエンスの分野を学びたい学生にとってものすごく人気の高い学校ですね。 この学校から実際に受けた奨学金のオファーのレターです。これを見ると、これは12月10日なんで、これも去年の12月に受け取ってるってことは、アーリーデッドラインでアプライして、もうこの時点で合格通知とファイナルスレードを受けているということになります。で、これを見ると、ユニバーシティメリットアワードというのと、ディポアワード、2つの メリットスカラシップ足して3万8000ドルの奨学金のファーを受けているということになります。この学校の EFC が6万9800ドルですね。7万ドル、約7万ドルがあ、えー、とコストオブアテンダンスですね。7万ドルのコストオブアテンダンスなので、まあ、半分以上は奨学金でカバーしてもらえるという、この学生の場合そういうことになっています。 で、その下、5500ドル。これは学生本人が借りられるスチューデントローンです。これは当然借りても借りなくても構わないと。まあ、そういうものですね。はい。えー、と、メリット、スカラシップのオファーというのは、こういうふうにいきます。だいたい合格通知と同じタイミングで、合格通知と同じタイミングで、その学生の評価に応じて金額が提示されると。こういうものですね。 はい。ですから、メリットスカラシップを提供してくれる大学に関しては、誰にでもその奨学金は取るチャンスがあるわけですね。ですから、皆さんは、ニードベース、メリットベース、タレントベース、組み合わせて奨学金を取りに行きますが、ぜひとも、このメリットベースは、ぜひ皆さん、全員が狙っていただきたいと思います。ニードベースとタレントベースは、それぞれの学生によって対象になる、ならないはありますが、メリットベースは誰でももらえる。 可能性があるわけですね。はい。はい、デポーの,の学生は3万8千ドルのメリットスカラシップ、3万6千と2千別々に学生は取ってましたね。まず最初に3万6千ドルのスカラシップがオファーされたので、えー、その時点ではネットプライスが。えー こんな感じになりました。3万8000ぐらいになったということです。で、それに対して、さらに2000ドルの奨学金の上乗せがありました。で、この2000ドルの奨学金、これは、えー、タレントベースです。この学生はタレントベースの奨学金が取れたので、その分2000上乗せになりました。厳密に言うと3万6000のメリットベースと2000のタレントベース合わせて3万8000取ったということになります。 はい、もう一人の例も見ていきたいと思います。えー、アリゲニーに進学した学生ですね。この学生はトラスティスカラシップという奨学金3万8000ドルを取ったので、はい、コストバッテンダンス6万9000円に対して、ネットプライスが3万1000まで下がりました。はい、これはメリットスカラシップです。トラスティスカラシップというのはメリットスカラシップの中でまあ比較的高い方。これも かなり高い方かもしれないですね。で、この学生はこれに加えて、さらに3000ドル追加で奨学金取りました。これ、タレントベースの奨学金ですね。タレントベースの奨学金3000ドル取ったので、ネットプライスが2 8000円まで下がりましたと。という感じですね。この学生はもうメリットベースがメインで、一部タレントベースの奨学金が加わって、学費をここまで下げましたと。 そういう感じになります。で、今見ていただいたように、こう、奨学金の金額っていうのは基本的には、すべての学生が同じではなくて、一人一人金額が異なります。その学生の評価に応じて奨学金が出るわけですね。で、一方で、大学によっては、一律の,そのメリットスカラシップ制度を持っている学校とかもあります。はい、えー、ニューカレッジ。ニューカレッジはフロリダにある。これは珍しく、 修、えー、立の、修立のリベラルアーツカレッジなんですが、この学校は、修、まあまあ、立っていうこともあって、もともとコストオブアテンダンス低めに設定されています。4万5千ドルなんですが、州外からこの大学に進学をした場合、メリットスカラシップ1万5千ドル、これ漏れなくもらえます。本人がいらないと言わない限り漏れなくもらえるので、そうするとネットプライスが3万まで下がると。 こうやって一律に提供してくれるというようなメリットスカラシップもあります。ということで、学費に関してなんですが、の話をすると、まず、公表されている学費と実際の学費というのは異なります。はい。どうやって異なるかということなんですが、えー、な,なぜ異なるかというと、さっき言ったように、 例えば、ファイナンシャルニードだったら、ファイナンシャルニードは一人一人違いますよね。ファイナンシャルニードが違えば、それに対する奨学金の額も異なります。メリットベースは学生の評価に応じて金額が決まります。つまり、評価が高い学生であればあるほど、えー、奨学金の額が増えるわけですね。大学が入試で使っている 学生の入試で使っているシステム、エンロールメントマネジメントシステムというシステムがあります。で、このシステムは、当然、学生のアカデミックであったり、エッセイであったり、あらゆる評価がそこの中でに載せられて、で、選ばれるわけですが、そのシステム上では、当然、奨学金についての、えー、情報も入ってきます。情報も入ってくるというのは、 そのエンロールメントマネジメントシステムが、どの学生にいくらの奨学金をオファーすると、どれくらいの確率で入学してくれるのか、っていうようなアドバイスもしてくれるわけです。つまり、大学はこの学生どれくらい欲しいかによって、欲しいかにっていうことを、 今度、エンロールメントマネジメントシステムが判断して、それに応じて、じゃあ、いくらの奨学金をオファーすることをお勧めします、というふうになる。つまり、学生の評価に応じて、奨学金の金額は一人一人違う可能性がありますよ、と。そういうことですね。で、獲得方法も一人一人異なります。え具体的に言うと、メリットス、メリットベース、これは全員、 基本的には狙っていただきたいんですが、ただ一方で大学によってはメリットスカラーシップがない学校も、まあるわけですね。はい。ただ、メリットスカラーシップの制度がある学校に関しては、ぜひ全員狙ってほしい。で、あとはそれ以外、えー、ニードベース、ファイナンシャルニードがある。また、ファイナンシャルニードをしっかりサポートしてくれる大学への進学を目指している場合は、ニードベースが重要になる可能性があります。 また特別な能力を持っている学生はタレントベースの奨学金の対象になるというように、奨学金の取り方は一人一人異なるというふうに考えてください。はい。じゃあ、えーえー、奨学金を取るために、どういうふうな学校を選びをしたらいいかということなんですが、えっ、ー、と、これはもうよくも言われていることですが、だ アメリカの大学の場合、25%ルールというのがあります。これはですね、大学に入学する学生のうち、大学に入学する学生のうち、上位の25%、それと下位の25%っていうふうに学生、大学は分けています。あとはその中間層の50%がいるわけですね。で、なんでこういうふうに分けるかというと、 上位の25%の学生というのは、大学は奨学金どんどん出して、学費を下げてあげるので、ぜひうちに来てくださいと。これが上位の25%の学生です。下位の25%の学生。これは何かというと、授業料全額出してくれるんだったら、ぜひうちにどうぞ。ということですね。はい。ということです。つまり、 じゃあ、どういうことか。奨学金を取りたいと思ったら、特にメリットベースの奨学金を取りたいと思ったら、自分が上位25%に入れるような大学を目指しましょうということです。中間の50%の学生は、奨学金はまあ取れる学生多いですが、ただ金額はまちまちですし、そんな大きな金額オファーはされることはないですね。 だけど、上位の25%に入っていれば、ここでオファーされる奨学金の金額は全然違ってきます。ということで、自分が上位で評価される大学を狙ってアプライするということが重要になります。さっきユニオンカレッジの例で、プレジデンシャルスカラシップ。 のオファーを受けたたっていいう学生がいましたよねプレジデンシャルスカラシップのオファーを受けるっていうのは大体上位の10%以内だと思ってください。上位10%以内、最も高い評価を受けるということですね。で、この上位の評に評価される大学に行くというのはアメリカの大学進学にとってものすごく重要です。例えばこれが日本の大学だったら、日本の大学だったら、 トップで入ってもビリで入っても得られるサービスはほとんど違いはないわけですね。ところがアメリカの大学は全く違います。まあ、当然学費が全然違うというのもありますよね。上位で入る学生はすごく安くいけるし、下位で入る学生は全額払わなくちゃいけないかもしれない。っていうふうに学費が全然違うっていうのもありますが、それだけではないです。 上位で入る学生。例えばさっき見てもらったプレジデンシャルスカラシップを取るような学生。この学生はもう入学の時のオリエンテーションからして特別扱いしてもらいます。一般のオリエンテーションが終わった後、そういう学生、プレジデンシャルスカラシップを取った学生,学生は、学長が招待するレセプションに呼ばれて、そこで、えー なんか活動の機会を与えてもらったりまた、大学が、まあまあ、ことあることいろんなイベントを行いますが、そういう大学のイベントの中で代表としての活躍の場を与えてもらったり、または成績の優秀な学生だけが入れるような特別なオーナーズのプログラムに入れてもらえたりというように、上位で入る学生は大学4年間ずっと特別扱いしてもらいます。で、その経験はすべて、 自分の履歴書に書ける、レジュメに書けるので、一生それは評価され続けるわけですね。奨学金をたくさんもらえたという金銭的な評価に加えて、大学4年間いろんな経験をさせてもらえたこと、それがすべて評価につながる。それは、大学卒業後、大学院に進学する場合、就職する場合などで、他の学生との大きな差別化のポイントになるということです。 ですから、アメリカの大学選びは、有名大学に何とか入れればいいという発想ではないんです。自分が上位に入れる大学を選ぶ、これが非常に重要だと思ってください。でもしその、例えば有名大学、難関大学を目指すのであれば、それはぜひ大学院で目指すことをお勧めします。 大学院は自分が専門としたい分野に力を入れている学校を選ぶというのは非常に重要です。大学院のレベルになると専門的な研究をしたりするわけですから、そういう分野のリソースが豊富な大学に行くのは重要なので、そこで学校をしっかり選ぶということは重要です。学部に関しては、それよりも自分が評価、高い評価を受けられる学校に行って、 いい,いい教育をリーズナブルな学費で受けると。それがより理想的な進学だというふうに考えてください。はい。えー、っとでは、質問にお答えしたいと思います。<laughs> えっと。まず、トランスファーについての質問いましたね。<laughs> トランスファーでがうまくいかない理由についてと。 いうことなんですが、なぜトランスファーがうまくいかないのか。理由はまあいくつかありますが、まず、教育の質が全然違う。というのがありますね。それはコミュニティカレッジで受けられる授業のクオリティと、4年生大学で受ける授業のクオリティ、これは全然違います。学びやすさも違うわけですね。はい。ですから、まず学びやすさが違う。自分に合った環境で、 学べていないな可能性もあるそうすると、コミュニティカレッジっていうのは意外と成績取りにくい場所でもあったりします。はい。また、えー、とコミュニティカレッジ、みんながみんな成績をいい成績を目,目指して頑張っているわけではないですよね。そうじゃない学生もたくさんいます。そういう環境の中できちんと成績を残していくというのは、実は非常に難しいというのがまず一つ。 そういうこともあって、トランスファーしたくてもうまくいかない学生がいるというのがまず前提です。で、その中で,で、ではじゃあトランスファーして次の学校に行った後、でもそのままみんながみんな順調に卒業していくわけではないわけですね。そこで行っ見みたものの、やっぱりその学校がうまく合わなかったというケースがあります。 で、なぜうまくやわなかったっていうケースがあるかというと、トランスファーの場合、やっぱり選択肢が限られてしまうので、自分に合う学校を選ぶというのが難しくなってきます。自分との相性を見極めるとかって余裕がなくなってきてしまいますよね。州立大学だったら、まあトランスファー受け入れが枠が多いですが、州立大学みんなに,に合っているわけではないです。州立大学は、 本当に大人数のクラスに学生詰め込むわけですね。一人一人に対するきめ細かいサポートが受けられるわけではない。そういう環境で全然問題なく学べるっていう学生も当然いますが、一方で、そういう環境だとなかなかパフォーマンスが発揮できないと、そういう学生もいます。はい。ですから、州立大学が全員に合っているわけではないので、一定見たものの、 トランスファーで修習大学に入ってみたものも、やっぱりその環境が自分に合わなかったということで、結果的にその学校の卒業が目指せないという場合もあったりします。で、それ以外の理由、もう一つの理由は学費の問題がまたあります。はい。ということで、プライベートの大学でのトランスファーを目指しました。運よくプライベートにの大学にトランスファーできました。ただ、残念ながら、うん そのの大学の学費が払いいれまませんでしたという場合もありますこれはなぜかというと、今度は奨学金制度に関わってくるわけですね。奨学金制度というのは、フレッシュマンから入る学生、1年生から入る学生の奨学金制度というのは充実しています。いろんな制度があって、で、多くの奨学金をオファーしてくれます。ところが、トランスファーで行く学生の奨学金制度というのは限られています。 限られているため、フレッシュマンで行くのと同じ学費でトランスファーできけるかというと、一般的にはトランスファーで行く方が学費は上がってしまいます。その学費が入れないと、払えなくと、結果的に卒業までたどり着けないという場合があったりします。ということで、実はトランスファーがうまくいったとしても、そのうち全員が卒業までたどり着けるわけではないと。 そういうことですね。はい。えっ、ー、と、それからエンジニアリングのプログラムについてのお話がありますね。で、エンジニアリングのプログラムについては、さっきちょっとお話の中で、例えばユニオンカレッジのこととか、スワスマンの話とかをしました。えっ、ー、と、このように、小規模の大学でもエンジニアリングのプログラムがある学校もあります。あとは、テック系の大学ですね。 なんとかテックみたいなジョージアテックとかバージニアテックとかキャルテックとかそういう基本的にはその理工系の学生を対象としたそういう大学もあります。<laughs> で奨学金が取れるかどうかこれ奨学金の取れ方はこれまた一人一人違うので誰でも奨学金が取れる学校っていうのがあるわけではないですね。そのだからメリットベースが狙を狙うんだったらメリットベースが 自分にとって自分が高く評価されそうな学校を狙えばメリットベースが取れると可能性があるとタレントベースを狙うのであれば例えばそういうアーティストとかアスリートも高く評価してくれるようなそういう学校でしかもエンジニアリングのプログラムがある学校を選んでいければいいというふうに思います <laughs> はいえー、っと529プランの話 これはファイナンシャルニードベースのことなんですが、これはですね、ファイナンシャルニードベースのファイナンシャルニードの見方というのは、えー、とまず、えー、さっきも言いましたが、大学、特にその CSS プロファイルを使,使う学校がしっかりファイナンシャルニードを見てくれるんですが、この大学がファイナンシャルエイドを見る見方というのは、実は大学によって違ってくるわけです。すごく ファイナンシャルニードを大きく見てくれる学生、大学もあれば、そうじゃない大学もあります。はい。なので、あまりここのところにこだわる必要はなくて、ここに、このね、合日プランの金額とか、ここを比較、気にしたところで、実はあまり奨学金に対しての影響はないです。それよりも、もっともっと大学選びの方をが重要になってきます。 どういう組み合わせで最終的にどうやって学費を下げるのかっていうそこの戦略全体の方に注目して進学準備をしていく方がいいかなというふうに思います。はい。あとはアメリカの大学がいろんな学生を取りたいっていうですね。えっ、ー、と、まずアメリカの大学がどういう学生を アメリカのの欲しいい学生とうのは将来伸びる学生です将来伸びる学生、つまり大学に入った後、大学で頑張って学習をしてで社会に出て社会で活躍してくれる学生そういう学生をアメリカの大学は求めているわけですね社会で活躍してくれれば大学の知名度が上がります どんどん大学の価値が上が上っていくわけです卒業生の活躍ほど大学にとってありがたいことはないわけです。卒業生が活躍して、でさらにその卒業生が自分の大学に将来寄付してくれるわけですよね。はいでまあ、金そういう金銭的な面もありますし、また卒業生が在校生の サポートをするというのは、金銭的なことだけではなく、例えば就職のサポート、インターンシップのサポートなど、卒業生が在校生をサポートするというのは非常に大きい、アメリカの大学では大きいです。ということは、卒業生のネットワークが全米にあれば、全米の学生をサポートする、全米から学生を取ることができるし、それが全世界に広がっていけば、もっと広い規模で、えー、知名度を高めて、 で、そういう地域、そういう地域の学生のサポートもすることができるということなので、まあ、とにかくネットワークを全世界に広げるというのは大学にとって何より重要であるというのがまず一つ。で、次に、えっ、ー、と、低所得者とか、その、ダイバーシティ重視という面ですね、ファーストジェネレーションの学生をすごく優遇する。ファーストジェネレーションというのは、えー、両親ともに4年生大学を卒業してない、そういう家庭ですね。 これはですねあの、やっぱり教育と経済状況っていうのをリンクする部分がある。どうしてもあの貧しい家庭の子どもが大学に行く機会っていうのはあまり多くない。で、大学行かないとまたその貧困の連鎖が繰り返されていく。で、それを断ち切るためには教育が一番重要なので、えー、そういう意味でも、えー、ファーストジェネレーションの子どもたち。 両親とも大学行ったことないような子どもたちは、そういう子どもたちに4年生大学の教育の機会を与えるというのは、大学にとって非常に重要な使命でもあるわけですね。ですから、勉強は頑張っている。すごく頑張っている。だけど、えー、家族で大学行った人がないので、進学の準備の仕方がわからないとか、そういうような学生の進学のサポートをするというのを、大学はすごく力を入れています。 で、州立大学が、えー、今回、例えば UC がテストブラインドになったことによって、そういうファーストジェネレーションの学生もたくさん受けるようになってくれた。今までは SAT がないと受けられなかった。でも SAT ってどうやって準備したらいいかもわからない。もう、テストの受け方もわからないみたいな人も、それが必要ないことによって、なくなったことによって受けられるようになった。平所属層も同じですね。えー 結局低所得層の家庭の子どもたちもちゃんと教育を受ければいい収入がもらえるようになる。そうすると貧困の家庭が減っていくわけです。そういうこともあってダイバーシティ、特に経済状況などで恵まれていない家庭の子どもたちに進学の機会を与えるというのはこれは大学のというよりもアメリカの 高等教育そのものが目指している考え方というふうに、えー、考えていただければいいのかなというふうに思います。で、あと、えっ、ー、と、オンラインの方で質問いくつかいただいてたので、それについてもお答えします。えっ、ー、と、まず UC が入りにくくなっているので、どうしたらいいかということ、まあ。UC が入りにくくなっている理由は先ほど説明しました。 がどうしたらいいか、これはもう、さっきも言いましたが、UC に頼らない、いい進学準備をしましょうということですね。さっきも言いましたが、UC よりももっと質の高い教育が受けられる大学、全米、山ほどあります。で、そういう大学に UC よりも安い学費で進学する方法も十分あります。 UC に入れそうなぐらいの学力があるのであれば、もっと質の高い教育機関でもっとリーズナブルな学費で行ける機会というのは必ずあるはずなので、選択肢を広げましょうということですね。<laughs> はい、メディカルスクールを目指す場合、バイオロジーなどを選考した方がいいのでしょうかという質問がありましたが、これ関係ないです。選考何でもいいです。えーと えー、メディカルスクールとか、ロースクール、ビジネススクール、いわゆるプロフェッショナルスクールと言われるものですね。その後の,のキャリアに直結した大学院に関しては、学部何選んでも構いません。つまり、学部を何選んだとしても進学できるようなカリキュラムになっているからです。はい。だから別に専攻は何でもいいです。以前、産育学院で、あの、 お医者さんを呼んでセミナーをしてもらったことがありました。で、そこで話してくれたお医者さんの中には、もう最初から自分は医者になるというふうに決めていました。で、でも大学の学部では、経済学を学びましたっていう、えー、先生がいらっしゃいました。っていうふうに、自分に学部教育は何が必要なのかっていうことを考えて学部を選ぶ。で、その上で大学院でメディカルスクールを選ぶと。 いうことで何の問題もありませんただし、メジャーとは別に、えー、専攻とは別に、えー、将来メディカルスクール行くということがすでに分かっているのであれば、えー、それこそやっぱりそれに関わるようなクラス、バイオロジーでもいいですし、アナトミーでもいいですし、えー、何かにそういうことに関わるようなクラスを取っておくのは、後々役に立ちます。だから、クラスの選択ではメディカルスクールを意識するというのは大事かもしれませんが、 メジャーそのものに関しては何をとっても大丈夫です。学部の選び方について、大学入学のメジャー変更はよろしくないかということなんですが、えー、アメリカの大学の一番のメリットはい,いつでもメジャーが変更できること。なので、望ましくないわけではなくて、メジャーの変更ができるのが価値なんで、 価値ですから変更したいときはいつでも変更しましょうということですね。えー、とアメリカの大学生は平均で2回以上在学中にメジャーを変えるそうです。2回以上変えるというのはそれだけ自由にメジャーが変えられるということでもありますし、大学で学んでいく中で、より自分に合ったものが見つかったときに 自分に合った分野が見つかったときに、そのときにメジャーが変えられるというのが、やっぱりアメリカの大学のある意味最大のメリット。世界中、ほ他,他の国の大学で、そこまでのフレキシビリティのある大学はほとんどないですよね。いつでもメジャーが変えられるのがアメリカの大学のメリットなので、もう自由に変えましょうということですね。 エデュケーショナルコンサルタントの種類や必要性についてということなんですが、えっ、ー、と、エデュケーショナルコンサルタントを探す場合ですね、えー、と、ICA っていう、これは全米のエデュケーショナルコンサルタントのアソシエーションがあります。で、ここに行くと一番上のところにエデュケーショナルコンサルタントを探すリンクがあるので、ここで行けば全米のコンサルタントが探せます。まず ICA のコンサルタントになるのは非常にハードルが高い。 のとここのメンバーシップを維持していくためにはそれなりの経験を積み続けないといけないのでここに入っているようなコンサルタントだったら誰でも経験はみんなありますあとは自分との相性で選んでいければいいのかなと思いますただコンサルタントの仕事っていうのは単に大学探してくれるだけではとかアプリケーションを手伝ってくれるだけではなくてやっぱり奨学金の取り方とか、まあ先にわたるので えっと、自分に合う進学をサポートしてもらうっていうのはすごく重要だと思います。ぜひ上手に使ってください。これはですね、ハイスクールのカウンセラー一人が見ている生徒の人数なんです。カリフォルニアは異常に多い。つまり、生徒の人数に対して、スクールカウンセラーの 人数があまりにも少ないわけですね。そうすると、自分に合った進学のサポートというのを受けるのは、まあ、事実上無理。で、最低限必要なサポートしか受けられないので、まあ、それ以外に関しては、えー、外部の専門の人に相談するというのはいい方法かなと思います。でそれと、えー、っと今、今いただいた。 質問ですね。上位10%に入る大学というのは、リーチターゲットセーフティーのターゲットレベル。そもそもこのね、リーチターゲットセーフティーって、これあの、ハイスクールのアドミ、ハイスクールのカウンセラーとかこういう言葉で使いたがるんですけれど、これあんまり意味ないです。意味ないっていうのはどういうことかというと、別に、そんな、あの、 ギリギリ入れる大学が一番理想であるとか、そういう大学選びはそもそもアメリカの大学には適さないわけですね。要は、要は自分にとって一番行きたい大学のランキングを作ればいいわけです。自分にとって一番行きたい大学のランキングをつけて、それがたまたますごく難関大学が上位にあるかもしれないし、意外と簡単に入れる。要は自分が上位になりそうな学校が上、自分にとっての上位に入っているかもしれない。 もし比較的楽に入れる大学の中に自分がすごく行きたい大学があれば多分それが一番いい選択だと思います。はい。なので、あまりこのリーチとかターゲットとか考えない方がいいです。というのは、ださ,っあのさっきも言いましたが、大学は欲しい学生を選んで取りに来るわけですね。だから、大学が欲しいと思った学生と自分がぴったりハマると。 すすすすごごいいい大学かららくいいオファーをももえたたりりることもあったりします一方でそこがうまくかみ合わないと自分が上位で入って奨学金取ろうと思っているような学校から大した評価がもらえなかったりということもあったりするわけですね。はい、なのでこれってあんまり、まあ、あのそもそもリーチとかターゲットとかそもそも予想できないと思った方がいいです。 で、じゃあ、自分が評価されそうな大学を探すのにはどうしたらいいかということなんですが、これまさに、あの、さっきね、大学あ、双方向のアドミッションですよと、大学のアドミッションとのやり取りが重要ですよっていう話をしましたが、ぜひ、いろんな大学のアドミッションとやり取りしてみてください。で、やり取りをしていくと、その中で、この大学は自分にすごく興味を持ってくれてるなと感じる学校があるはずです。 そういう大学は、えー、自分がもしアプライしたときにすごくいい評価をしてもらえる可能性が高いということなのでなかなか簡単に自分が高く評価されてそうかどうかっていうのはわからないですがでもなんとなく感じるということはありますただ全部が感じられるわけではないので 結論化すると、一応自分が行きたいと思う大学で高く評価されそうかなというような大学、狙いを定めた上で、なるべくたくさんアプライするというのがいいのではないかなというふうに思います。えっと、ホームスクールについての質問、えー、ですね。ホームスクールは、あの、 大学のアドミッション、別にホームスクールのアドミッションに慣れているので、別にホームスクールに変わったからといって何か変わるわけではないです。はい。えー、ただあの、自分の学力がきちんと示せるような準備をしておけば大丈夫です。ホームスクールだって AP テストを受けて AP スコアを出したりすることはできるわけですよね。 はい。ですから、ちゃんと自分が学んできて、大学進学の準備ができてますよっていうことが示せれば、ホームスクーリングであっても全然問題はないです。はい。ということで、えっ、ー、と、だいたい時間になったのでまとめたいと思いますが、えー、進学準備、奨学金の取り方についても、また大学の選び方についても、一人一人選び方は異なります。奨学金の取り方も異なります。はい。なので、えっ、ー、と、どういうふうに、 準備をしていけば自分が評価されるのかっていうことですね。えー、ぜひあのクリエイティブに考えてください。みんなよあの一律ではないです。例えばこれをやっておけば安心とか、えー、この大学だったら間違いないみたいな、あの全員に 当てはまるようなことっていうのは、アメリカの大学進学ではあまりないです。本当に一人一人異なる。本当にケースバイケースで異なってきますので、学、えー、ご家庭で自分にとってどういう進学をするのがベストなのかっていうのをよく考えて準備をするということをお勧めしたいと思います。はい。 えと長時間にわたって話を聞いていただきありがとうございました。でえー、とまた、えー、産育学園でのセミナーは年に2回やっています。また来年、えー、冬の時期にまたセミナーをやりますので、もし機会がありましたら、ぜひそちらのセミナーの方にもご参加いただけると幸いです。はいえー、本日はじゃこれで終了したいと思います。ありがとうございました。 村田先生ありがとうございました。はい